もう時間もね、もたないです。もう、はい、まだかと思っている方いらっしゃると思いますので、ご登場いただきましょう。どうぞお越しください。大きな大きな拍手でお願いいたします。お願いします。さあ、ということで宮脇さくらさん、そして、ゲームミーズ所属のゼラールさんにお越しいただきました。お願いします。本当にスペシャルなゲストということで。スペシャルですね、はい、もうお客さんの数がすごいですもんね。そうですね、今の初めて聞くシャッター音の数します。アイズワンの宮脇さくらです。今日はよろしくお願いします。思います、かなり真剣にですね、宮脇さん、設定をすいません、自分の設定があるので。いや、もうごめんなさい、時間目いっぱい使っていただいて設定をしていただきまして。はい、大丈夫。あ、設定、建築の設定だけやって建築の設定、はい、大丈夫です。もうね、出まして、はい、その実際の現地でもですね、このマシュメロさんがライブを行って大変会場を盛り上げていただきましたよね。そうですね、はい、いや、なんかもういずれはね、個人的にはもうこの相島さんも宮脇さくらさんの、はい、フォートナイトスキンとかライブとかね、リアルタイム見れたらもう一番最高なんじゃないかなって思いますね。はい。もう多分我々の言葉が入ってないくらい緊張されてますね。はい、もう初手落ちしか見えてないですね。いや、そんなことないです。そんなことないです。お願いします、社長、はい、よろしくお願いします。こちらこそお願いします。さあ、プレイヤーは98名、まもなくバスが出発いたします。どこを利用？無人島が変化しております。レイジーラグンおります。はい。レイジーラグン、ここです。さあ、このタイミングでレイジラクーンに飛び降りていきました。社長、来てください。社長、社長、下を向いていただいて、下を向いていただくと、はい、大丈夫です。速度が上がります。はい、いいですね、社長って。いいですよね。なかなかないですけどね。はい、宮脇さくら選手はすでに武器は十分といったところですが、何があったんですか。社長、社長が何がありました。え、敵いる、どうなったんでしょうか。ちょっとこれ言いづらくて恥ずかしい。え、敵います。いないです、敵は。え、どうして。違う、ドア開けようと思って間違ってボタン押して、社長、ああ、なるほど、ボムを投げてしまったということで、お茶目なシーンがね、今飛び出しましたが、全く問題ございません。ありがとうございません。はい、わずかな傷を負ったくらいでございます。あ、これ飲んでください。ミニポ飲んでください。社長、これを飲んでくださいと。ボスのせいにしましょう。社長、武器持ってますか。はい、大丈夫です。社長、今ハンドガンですね。ハンドガン、ハンドガン持ってます。社長、ハンドガンで全部倒してください。もう大丈夫、ヒットマンなんで。私、町の方行きます。はいはい。社長、武器何持ってますか。今、スナイパーと今スナイパーとハンドガンを持ってます、はい、了解です。社長、回復回復したいな。してもらっていいですか。これ食べてください。今、ね、包帯を持ってます。あ、ココナッツも出てきますね。はい、これも回復アイテムになります。ポーションが出なくてもこういうアイテム、落ちてるアイテムで回復できるんで、はい、ありがたいです。あー、戦いたい。ありがとうございます。これで回復、はい、包帯とココナッツで、はい、やってます。ありがとうございます。いや、でもこれ戦闘の時はもうバリバリやってくると思いますので、お願いします。はい、さあ、現在宮脇さくら選手が先陣を切りながら、その後ろからベネット社長がサポートするような形で、はい、そうそう、見守ってます。はい、高台から見守ると。もうスナイパーもいますからね。あ、まあ、そうですね、後ろからスナイパーで当てれれば。そこでびっくりしないでください。あ、いる、敵がいる、敵がいる。さあ、宮脇さんが飛びます。敵います、敵います、はい、さあ、これ、戦闘が行われた。心臓削られて、一旦建築上を取れている。落ち着いて、落ち着いて、攻めていきたいところ。ショットガン勝負、宮脇さん、アウトー。社長、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 ここで敵をダウンさせます。ナイスカバー。ただダウンですので、もう一人、もう一人、その人を倒してください。目の前にアイテムもあります。まだ全然復活できます。この敵を倒すことができれば、頑張ってください。見ていきたいところ、右サイド正面攻める。足の後ろ、惜しい。社長、すごいですね。でもスナイパーで、スナイパーめっちゃうまい。スナイパー得意です。スナイパー得意です。惜しかった。ごめんなさい、非常に惜しかったですが、まあまあ楽しかった。楽
楽しかったです。すごく楽しかったです。ちなみに宮脇さんは、はい、日本に来られるのは最近久々な感じなんですか？そうですね、おととい、おととい、M ステもあった。昨日 M ステに出演されて、で、今日の東京ゲームショーです。いやー、でもハードですよね、本当に。実際にこのヴァンパイア妖艶な姿が大変反響を呼んでおりまして、見ましたか？一個人としてもだいぶファンですので。 ありがとうございます、はい、嬉しい。結構リアタイで普通にワクワクしながら嬉しい、拝見させていただきました。また質問します。今日はすごい可愛い桜のキーボードを使ってるじゃないですか。おーおー、これいつも使ってるキーボードなのか、はい、桜さんのために使ってるキーボードですごい気になってました。見せてあげてください。見てください。そう、こちらなんです。すごい、桜のキーボード、ね、めっちゃ可愛いですね。はい、そう、いつも使ってるんですか？いつも使ってますよ。あ、本当かな。持ってきました。偶然桜さんに合わせたら桜さんになってるのかもしれないという感じがしました。実は。どこ、さあバスが飛び立ちまして、さあ、じゃあどうしますかね。ホーンデッドヒルズ行きます。はい、ホーンデッドヒルズ。ああ、待ってください、ロボット来たんで。ありますね。ちょっと遠めのジャンクで行きます。はい、はい、いるかもしれないですね。やばい、おそらく宮崎桜さんの後ろにいますね。やばい。宮崎桜選手が持っているのはショットガン。あっ、あ、ちょっと目の前、ショットガンセーブ。あーと、ここで光が決まった。ゼラル選手が決まってるか。いや、これまずいっす。2階にいます。ちょっと目の前、いやー、申し訳ない。さあ、ゼラール選手、じゃあ社長、ビクトリーロイヤルを取ったら、はい、パソコンをプレゼントしてください。おお、もちろん、もちろん。おお、全く台本にございませんが、ビクトリーロイヤル取った場合パソコンがプレゼントされます。直接言われたらこんな一つしかないじゃないですか。皆さんが頑張って、社長さん、僕には考えます。ゼラさん考えますということで、どこありますか？はい、サニーステップ、サニーステップでいきましょう。了解です。ほぼ同じ位置。どうやら今回敵はやばい、ブック取られました。目の前にいる。これゼラール選手が、じゃあ、申し訳ない。今回はゼラール選手の目の前に、やばい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 。さあ、先ほどの状況とは打って変わって、宮脇さくら選手がこのゼラール選手を助けに行くような動きがあります。無理です、もう死んじゃった。リブートカードがありますので、この敵を倒せればというところ。いや、ちょっと宝箱を開けたんですけど、中身を取られちゃいましたね。あっ、あーやばすぎる。よし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 、1キルはしたいです。1キル、1キルは見たい。大変申し訳ないんですけども、1キルでどうにかパソコンは1キルしたらお願いします。どうですか？オッケー、よっしゃ、いいぞいいぞ。もう自分も宮崎さん側でしたから、はい、フロスティーフライトいきますか。はい、フロスティフライトの中側で、下の。さあ、ここからはちょっと実況も邪魔しちゃうので、静かに見守りたいと思います。1キロを目指していただきましょう。ありがとうございます。はい、わー、緊張する。おっと、目の前いた、ゼラル選手の目の前。さあ、1人が見えた。現地から宮崎さくら選手、ダウンを取った、ダウンを取った。さあ、これを倒して、ゼラさん集中しすぎて宮崎さんのキルを奪っています。大丈夫です、ごめんなさい、大丈夫です。集中しました。ダウンをさせたのは宮崎さんですよ。今キル取りましたよね。いやダウンを取ったのは宮崎さんです。あれ、敵がもう一人、ただこれもう一人いるはずですので、はい、1キルと同様に2キル3キル参りましょう。さあ、手榴弾の音、グレネードの音。さあ、います。後ろに宮崎さんの選手、後ろに敵が入ってきている。カバーに行きたいところ、うまく横に回り込みながら外側一発当てた。さあ、後ろを取られているが、どうだどうだ。おっと、ダウンを取ったか。おお、しかしゼラール選手の内容は、いや、全然大丈夫です。さあ、これで2キルとなりました。ありがとうございます。このステージもですね、少し特殊なステージになっておりまして、入っていただくと分かるんですが、入った瞬間に踊るというですね、これなんかタコスタイムです。宮脇さん、ここに落ちてるアイテム食べればポーションが効きます。これですね、これです。あ、ありがとうございます。で、このステージはですね、強制的にダンスをさせられてしまうというステージになっています。ゲームです。じゃあ、宮脇さん、おっと、ここで接敵してる。銃声が聞こえた。正面に見えた。もうかなり近い位置に敵がいます。さあ、同じプレイヤー同士との戦いとなりますが、
上を取っていくのは関川、ちょっとが入る。さあ、ここで早く選手がダウンですが、その上を取ったゼラール選手がカバーに入っています。まだワンチャンス。さあ、次第を入れて、ケンジからさあ、タコスタイムが終わって、一旦的も回復を入れてるか。抑えちゃった。ここで宮脇選手がやられてしまいましたが、リブートカードがあります。ゼラール選手がこの打ち合い勝つことができれば、まだ復活のチャンスがあるんですが、さあ敵も1人1対1の状況、開票瞬間を狙った。あーー残念残念、でも2キルしましたね。2キルしましたよ。誰がそうですか、宮脇さんが2キルしましたよね。しましたよね。いやー素晴らしかった、本当に素晴らしかったな。素晴らしかった、本当に。ゼラールさん、ありがとうございました。カバーありがとうございました。ちょっとそしたらですね、お二人ご起立いただきます、はい、もう一戦、あ、もう一戦いける、もう一戦いける。しゃー、まだチャンス、まだチャンス。スタッフ一丸となって応援しております。宮城さくらさんを応援させていただいております。本当にごめんなさい。これキルをするシーンを OK です。さあ、準備はワンタウン、バスが飛び出しました。さあ、どこ行きましょう、どこ行きましょう。これはポラピーク行きますか。はい、あ、ごめんなさい。誤射です。誤射です。あ、ミニポあげれます。あ、ありがとうございます。あ、誤射です。誤射です。誤射です。このロボットは使えそうです。おお、参りました、出参りました。頑張って1キル取ります。これ基本ミサイルの攻撃の方がいいんですかね、ショットガンより。おミサイルを長押ししてもらえれば了解です。はい、ミサイルのクールタイム中に、そうですね、はい、撃たれてます。ショットガンで攻撃というのが一番ベストですね。撃たれてる。あ、50入りました。あ、白ダメです。追いかけますか、あれ。はい、さあ、追いかける判断、追いかける判断。ナイス。と、ここでキルが発生しました。やったー、宮脇さくらさん1キルです。やっと、ただロボットの体力もじわじわと削られています。そろそろ降りますか、壊れちゃうんで、はい、さあ、一旦ロボットの体力がないということで、相手を削りつつロボットから離脱して、純粋な打ち合いでの勝負となりそうです。そのシールドの中にいる白いスキン結構削ってます。了解です。シールドの中ではやっぱり何もできないですよね。そうなんです、内側からの攻撃も外側からの攻撃も、シールドは壊せる、壊せません。このシールドバブルという新しいアイテムは待つしかないってことですね。はい、ただ時間も結構短いので、すぐにこのシールドバブル、ちょっとダウン取った、抜かれた、が後ろからごめんなさい、あっちの方進みますか。了解です。あ、あ、いるのか。プレイヤー見つけた、スナイパー当ててるのはゼラル選手。その後ろからカバーを入れつつ、宮城さくらさん前に出ます。そして煙が上がっているのを見ると、この上取っちゃいますか。どうやら相手は焚き火で体力を回復しているようです。そしてグライダーでさらに別の敵もこの近くまで入ってきています。この近い付近に3チーム、もうこの真下に今敵がいますよ。さあ、丘上から宮脇選手も狙われております。今ジョラーズさんの、あの手の速いんですけれども、よく見たら宮脇さんもすごく速いんですよ。そうですね、聞いたらめちゃくちゃ速いです。おっと、ここで宮脇選手下にいた、これは敵に、真下にいたプレイヤーが押されてしまいました。ただこれはデュオです。ゼラール選手がまだ残っている。すごい建築、非常にスピーディーな建築を見せながら相手の上を取っていきます。うわ、ただもう資材が底をつきます。あとは敵を倒したいところ。編集から階段を入れてスナイパー、いやー、ここは敵も建築がうまい。あ、やばい。さらには丘上から、あーゆかり、あ、でも3位です、3位となりました。おめでとうございます。大きな拍手をお願いいたします。かっこいい。
や実はですね、はい、さっき聞いたじゃないですか、はい、今話聞いて自分の今使ってるパソコンあんまりそうなんです、スペックが良くなってスペックが良くないということを聞きましたので、もう本当に今今日レギオン使っていただいて、はい、すごい素晴らしいプレイを見せてくれたから、はい、もう本当にあげようと思って、もうこれ繋がってるんですけれども、これもらえるんですか、これあげようと、もうこのままあげようと思って怒られた、やったー、社長ありがとうございます、 あったそういうことで、これ繋がってる、 いいよね、はい、じゃあこれ探し上げ、差し上げます、そのままなんとレギオン製ゲーミング PC を新しい、はい、うちの新しいこれ T740 ですよね、一番最新の新しいやつです、はい、でも、はい、実はですね、はい、頭の中で、トップ3とかトップ5になったら、はい、もうちょっと何か差し上げたかったなと思って、あらあらあら、で、まあ、パソコンだけじゃなくてやっぱりいいゲーミングモニターも周辺機もキーボードとマウスもぜひこちらから差し上げます、はい、いや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 、すごいですね、ゼラールさんにはないんです、ゼラールさんにはないんですか、これまたもうちょっとまた後日送っていただければ、後日検討ということで、でもありがとうございます、いやありがとうございます、すごくやっぱり楽しかったですし、いや嬉しい、があるなんて思ってませんでしたから、で後で結構来られるのが、はい、今スタッフが目で殺して、僕を殺してるんですか、でも素晴らしいプレー見せていただいてありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、それではもう一度今一度大きな拍手をお願いいたします、ありがとうございました、ありがとうございます、いや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 、ありがとうございます、ではちょっと感想も伺ってみましょうかね、はい、はい、実際に5000ほどフォートナイトをこのレギオンのピッチでプレイしていただきましたが、はい、いかがでしたですか、私は観客の前でゲームをするのが初めてだったのですが、緊張したんですけどすごく楽しかったです、はい、本当にありがとうございました、ありがとうございました、お二人とも対戦していただいて、してくれた皆さんもありがとうございました。